生の吉横塚さんです、はい、今週もよろしくお願いいたしま す。今週はですね、身近な食材のお豆腐とか卵を使ってお料理ご紹介していきますね。今日は五目入り豆腐、そしてそれを使った卵焼き、あんじたてにしてみます。材料です。はい、お豆腐の中身はですね、人参、ごぼう、干し椎茸、糸こんにゃく、いんげん使っていきます。味付けもシンプルですね。醤油、みりん、お塩です。そして卵のあんじたてです。この入り豆腐1/2カップに卵が 2、3個です。焼く時の油も用意してください。今日は和風のお醤油あんかけていきます。最後におろし醤油ちょっと加えるといいですよ、あればごまとかね、三つ葉をお好みで添えてください。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。では入り豆腐作っていきますね。昔はよくね、入り豆腐お母さん作ってくれてたんですけれども、最近ないですね。あのお豆腐がね、そんなにあのすぐ使っちゃわなきゃっていう状態じゃなくなってるからだと思うんですが、昔はねお豆腐足が早かったですからね。では、まず具材から炒めていくんですが、お豆腐ねちょっと水切りしておきました。だいたい20分ぐらいかな。もし時間なかったらいいですよ。で、今日の具材はこちらです。ちょっと油を引きまして、はい、人参いちょう切りです、薄切りです。それからごぼうは半月に切りました。戻した干し椎茸は薄切りです。全部ねお豆腐が小さくなりますから、大きくしないでね、小さめに切ってくださいね。いんげんです。そしてこれ糸こんにゃくですね。普通のこんにゃくより、こういう時はね糸こんにゃくの方が食べやすいですね。馴染みやすいですからね。で、だいたい 3,4 分かけてちょっと炒めていきたいところですが、まあ、3、4分経ったと思ってください。油絡まりました。熱くなったのでいいかな。はい、お水を切っておいたお豆腐いきます。これね、あの好みなんですが、木綿豆腐の方がね、入り豆腐の時こうしっかりした食感になって美味しいような気がします。このぐらい水が切れてました。そしてこれも油が絡まったら、もう味をつけていきましょう。はい、今日の味付けはこちらです。みりん、そしてお醤油ですね。で、これ入るとね、この塩気でどん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 お水出てきますので、この水気がなくなるまでね、時々底の方をかき混ぜながら入りつけていってくださいね。お豆腐にもしっかり味がつくようにね。だいたいこれ 5,6 分でしょうかね。もちろんごぼうとかね、人参が柔らかくなるまで入りつけていってくださいね。さあ、入りつけたのがこちらでございますよ。こんな感じです、はい、気づいたかな。顔描いてみました。かわいい、はい、さあ、ここでね、塩味つけていきましょう。あのお醤油が入っているので、このぐらいの色がついてますから、これ以上お醤油はいらないですね。で、必ず味を見て、それからお塩を入れていくんですが、汁気がなくなった時に入れてくださいね。ポイントです。はい、これね、あの最初から加えると、途中で味見しながらお塩を入れてしまうと、煮詰まった時に味が濃くなりますからね。最終的に整えてください。さあ、これで OK。 五目入り豆腐です。ちょっとね、小鉢に盛って小さいおかずにしてくださいね。で、盛り付けました。お好みでちょっとごまを振りましょう。で、さっきから言ってますが、お豆腐ね、足が早いんですよ。なので、食べきっていただきたいんですが、なかなかなくならないとき、まあ、すぐなくなるとは思うんですけどね。卵に使っていきましょうかね。はい、身近な食材、卵です。3個です。はい、ほぐして、で、半カップから1カップぐらいですかね。はい、入れます。ずしっとした卵ですが、しっかりこうみちっと重たくならないような焼き方していきましょうかね。はい、フライパン熱くなってます。油です。ちょっと多めに入れました。これでだいたい2個分できると思います。頑張れば3個かな。はい、半分流します。で、ここでね、待ってしまうとふわふわにならないので、オムレツのようにね、油をこうやって出し込ませてください。で、ずっと混ぜてると固まらなくなってしまうので、はい、寄せてください。ちょっとね、あら失礼失礼。はい、丸くなるように寄せて、いいかな、ひっくり返せるでしょうか。もうちょっと待ちますはい、ポイントです。はい、形お好みです。だし巻きのようにね、巻いてってもいいですし、こういう風にね、カニ玉風にしてってもいいと思いますよ。
さあ、いきます。はい、ぷっと、うわ、ひっくり返った、よかった。さあ、こんな感じでね、今半熟状に焼けてるのでちょっと盛り付けておきますね。これではね、ちょっと可愛くないかなと思いまして、今日はあんを作っていきましょう。はい、小さいお鍋にだし汁です。それからお醤油と、はい、お砂糖ね。この味は適当にね、お好みでつけていってくださいね。そして片栗粉も入ります。なので急いで溶いてくださいね、固まってしまいますからね。はい、鍋底からかき混ぜていきます。これね、とろみつくまで手休めないでくださいね。今ね、ちょっと白っぽく濁ってますが、これが深い色になってくると、ほら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 、とろみついてきましたね。はい、いい感じです。濃さはね、お好みです。暑い日は緩めでいいと思いますよ。さあ、最後にちょっと生姜ね、はい、加えて、おろし生姜です。香りを立てましょう。はい、かけますよ。はい、そして今日は三つ葉です。大葉刻んで乗せてもいいですよね。はい、出来上がりです。わ、できました。はい、五目入り豆腐、そしてずっしり卵のあん仕立て2品でございます。